皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。ここでは毎日、神の創造の美しさと不思議について探求しています。今日は、私たちの心を魅了する美しい水生生物、金魚の魅惑的な世界に飛び込んでみましょう。この小さいけれども重要な魚から、私たちが学べる驚くべき教訓を一緒に発見しましょう。金魚には様々な鮮やかな色やユニークな模様があることをご存知だろうか。金魚が一匹一匹心を込めて作られているように、私たちもまた、天の父によって恐ろしくも素晴らしく作られているのです。詩編139編14節にこうある、私はあなたを褒めたたえます。なぜなら、私は恐ろしく素晴らしく作られているからです。この聖句は、神の目から見た私たちの固有の価値と美しさを思い起こさせる。金魚は様々な水中環境に適応し、繁栄する能力で有名である。同じように、クリスチャンである私たちは、回復力と信仰を持って人生の海を航海するよう求められている。私たちは、マタイによる福音書14章27節からインスピレーションを得ることができる。イエスは言われる。金魚の鱗がキラキラしているのに気づいたことがあるだろうか。この鱗は光を反射して実に魅力的だ。クリスチャンとして私たちはこの世で神の光を反射するものとなるよう求められている。マタイによる福音書5章14節でイエスは私たちに他の人々が私たちの良い行いを見て天におられる私たちの父を崇めることができるように、私たちの光を他の人々の前で輝かせるように進めておられる。金魚は周囲に満足を見出す能力で知られ、私たちに今あるものに感謝することの大切さを教えている。ピリピの信徒への手紙4章11節から12節で、使徒パウロは、真の満足は、私たちの状況に関係なく、キリストのみから来ることを私たちに思い起こさせている。この箇所で使徒パウロは、どのような状況にあっても満足することを表現している。パウロは、豊かであろうと、困窮していようと、満足することを学んだと述べている。彼は、十分に満たされていようが、不足していようが、どんな状況でも満足する秘訣を発見したのだ。パウロは、様々な試練や状況に耐えることができるのは、イエス・キリストにある力のおかげであり、そのキリストが自分を力づけてくださるからだとしている。この箇所は、どんな状況にあっても、信仰に満足と力を見出すよう、信仰者を励ましている。金魚の探検を終えるにあたり、私たちが学んだ教訓を思い出そう。私たちの創造における神の芸術性。信仰を持って人生の難局を乗り切るという私たちの呼びかけ、神の光を反映するという私たちの責任、そして神のうちに満たされるという賜物。このビデオを楽しみ、何か新しいことを学んでいただけたら幸いです。神の被造物の美しさと素晴らしさについてのコンテンツをもっとご覧になりたい方は、いいね、シェア、購読をお忘れなく。また、金魚からどのようなことを学ぶことができるか、どの動物について話してほしいか、下のコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。